見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。口利きを求める建設業者から余り名幹事長、7、と秘書が現金を受け取っていた問題で、事情を全く知らされていない。手耳に水だった、などとしている余り氏の説明と異なる音声データがあることが、週刊文春の取材で分かった。また、辞任会見で質問が出つつまで答えた、とする説明は虚偽だった。ことの発端は、UR が013年当時、千葉県で進めていた道路建設をめぐり、予定地と隣接する建設会社 S 社との間で起きたトラブルだ。工事の影響で建物が歪み、地下から硫化水素が発生するなどしたため、S 社は UR に補償を求めていたが、交渉はなかなか進展しなかった。だが、S 社の総務担当者が013年5月、あまり再生担当省、当時の公設第一秘書、当時の清島健一氏に相談したのを境に事態は動く。S 社は3ヶ月後の8月、UR から補償金として約億円を得ることができた。甘利氏はその後、013年11月14日に大臣室で現金50万円を、総務担当者から受け取っている。一方、S 社と UR との間には新たなトラブルが起きていた。産業廃棄物の撤去をめぐり、S 社が UR に対し、30億円規模の補償を求める交渉へと発展していたのだ。そこで、総務担当者は014と7日1日、地元事務所で改めて甘利氏に面会。この場で、甘利氏は UR との交渉資料を熟読した後、再び現金50万円を総務担当者から受け取っている。だが、産業廃棄物撤去をめぐる交渉は簡単には進まなかった。015年10月5日、甘利事務所は、UR 総務部の国会担当職員を地元事務所に呼び出している。音声データによれば、政策秘書、当時の鈴木良上氏が UR 職員に対し、こう語っていた。鈴木秘書、現状を確認して、で、千葉の UR の理事か何かあるよね。UR 職員、ありますね。います、はい。鈴木秘書、あの辺出してもらって、現状を会社としてどういう風に把握しているのか、というのを話し聞いていただいて。そういうのは可能ですかね。さらに、交渉資料に目を通した後、以下のようなやり取りも重ねている。